毎朝配達しておりますミルクサッカーアカデミー井上真と申します。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いしま す, です、ね、さあ連日いろいろ教えていただいておりますが、プロサッカーデータマンと乳腺アレルギーの、掛け持ちでやっておりますね。楽しいです、ありがとうございます。それで今日のチームはどこですか？新潟でございます。よろしくお願いいたします。ワクワクです。それではポイントからよろしくお願いいたします。参りましょう、はい、1点目、うん、コスパ抜群の陣容を揃えた社長の手腕。ほう。2点目、うん、コツコツと真面目な取り組みが結実しそうな豊島選手。3点目、新潟で再度プレーする希望を叶えた2人の選手。誰だろう。3点目、あ、4点目ですね、すいません、うん、4点目、J3 から駆け上がった昨季 J3 得点王レオナルド、はあ、という感じの4つになっております。なるほど。それでは早速お願いいたします。アルビレックス、さあこちらでございます。先生のね、独断と偏見と緻密なデータと、そして遊び心も兼ね備えた、スタメン予想、そして各ポジションごとの番手ということになっておりますが、詳しい表の見方、そして色合いなどに関しましては、今上に出ておりますおすすめ表の見方というね別の動画がありますので、ぜひそちらも見ていただきたいと思います。さあそれでは先生よろしく、よろしくお願いします。チクチク、まずゴールキーパーですね、はい、ゴールキーパーも大谷選手でしょう、はあ、そしてで、うん、ゴールキーパーといえば、うん、シンガポールから帰ってきてまいり帰ってまいりました野澤陽介。おかえりなさい。おかえりなさいでございます。ということでね、先ほどポイントにもお伝えしましたが、はい、このゴールキーパー野澤選手と、でミッドフィルダーのチョヨンチョル選手、うん、この2人がね、もうあのいわゆる前に新潟出るときに必ずまた新潟でプレーしに帰ってきます。ああそうですか。本当に叶えました。なかなかやっぱりないんです。やっぱり言うじゃないですか、外国人選手も踏まえて、やっぱりちょっとお決まりのちょっと定型句になってる部分もあるけど、それが本当に起きちゃった。これでかい。でなおかつ、うん、それがこの今季の新潟の補強ポイントとも合致してるっていうところが、なるほどね、すごい。それはすごいね。そうなんですよ、うん、なんでぴったりだなって。一回りも二回りも大きくなってきたってことですか。そうですね、うん、片方はねもう大ベテランとして、うん、片方はもう脂乗った時期でっていうところですね。ほうほうほう、うん、で続いてセンターバックいきましょう、はい、センターバック、広瀬選手がちょっと怪我っぽいところはあるみたいなんですが、けんちゃん、はい、まあ、基本的には大部選手、広瀬選手で、広瀬選手いない時には、うん、柳はパウロンっていうところになるのかなと思っております、うん、で早川選手もね、まあ、白血病治ってで夜戻ってきたってところがありますが、はい、うん、まあ、基本は川口選手が右を務めるのかなと思いますし、うん、左に関してはまあ高卒2年目、いわゆる去年もね高卒1年目から途中でもうルーキーながらスタメンをゲットして、ね、前橋育英からのまあルーキー渡辺選手がこのまま左サイドをやっていく形になるのかなと思います。新たなミスターアルビレックス候補、渡辺選手、はい、ですね。で続いてボランチです、はい、ボランチ2枚、まあ、加藤アンダーカウエとなっておりますが、うん、まあ、ここもそうでしょうと、他のねいわゆる前の選手、豊島選手を除けば前線の選手は今所属している選手ほとんどアタッカー組しかいないので、ほうほうほう、中盤の前目の選手からボランチに来る人はまあほぼいないんじゃないっていう状態です。で控えに一応ね秋山選手と小川選手、秋山選手ルーキーなんですが、はい、秋山&小川といてもまあもうその後はいないという状態なので、うん、もうこの4人で基本は回していくんだろうなとは思いますね、うん、まあ、ただそんなにそんなにこう大怪我するようなメンツでもないので、まあシーズン戦っていけるだろうという目算も立っているとは思います。だその代わり今回厚くしたのが攻撃陣なんですよね、うん、でこの表を見てもらっても分かると思うんですけど、センターバックパウロ、右サイドバックサムエル・サントス、そして LMF にはシルビーニョ、チョヨンチョル、フランシスで、一番前にレオナルドと、カタカナがわざとブランチの川上選手ですね、本当だ、カタカナが多いですよね、カタカナ多いね、ね、うん、外国籍選手が今回7人かな、ええ、別に保有は問題ないので、いくらでもいいんでしょ。そうですそうです、うん、ただ出場に関しては4人までしかできないので、あ、J2 は4人なんだね、うん、J1 は5人だ、はい、ああ、そうか、 J2 は4人なので、ははは、レオナルド、シルビーニョ、川上は確定かなと、うん、であとは控えから1人出してくるんじゃないかなとは思います。アルビレックスさん持ってますね、いっぱい。そうなんですよ。で、うん、今回あの、うん、今回ね、いわゆる社長に就任した小永さん、はい、もう今年は新潟本当金が厳しいんだ、厳しい、うん、っていうところでもともとずっと言ってたんですよ、はいはい、だから、うん、補強とかもだから今までこのやっぱ J1 にいた時期に比べたら全然それで考えてったら厳しすぎるんだってことを本当にいろいろ表明してたんですが、ただ
さすがもうラツワンの社長、うん、うまくまとめてきましたよ。ほうほう、それでプラス7人の外国人の状態まで持ってきましたし ね、うん、でね、名前だけいろいろ見ても、うん、やっぱ残してるわけじゃなくて矢野貴章、田中達也とかも含めて、そうですよね、そうなんですよ、うんうん、であとは J1 でも実績のある小川選手、はい、加藤選手、本当だ、で高木選手なんかももちろんそうですし、うん、でドイツ代わりの渡辺龍馬選手をそのまま残すことにも成功といったところで、でただいわゆる高額のオファーあった組は出して、うん、でチームの状態は最低限確保しておいて、で J3 から引き上げたりなんだりってところでうまくまとめてきたっていうところがすごくて、でさらにですね、今その社長がこれちょっとこの表とか関係ないですけど、うん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 、社長すごいのが、うん、地元のテレビ局に今テレビ出演いっぱいバンバンやってるんですよ。でそこで何してるかって、タレント業とかじゃなくて、うん、ちゃんと新潟の選手たちの説明してるんですよ。本気の新戦略は彼らですみたいな形のプレゼントとかもやってるんですよ。すごいね、だからでやっぱりサッカーってサッカー番組じゃなきゃなかなか見れないとかっていうの結構多いじゃないですか、はい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 、確かに。けど、うん、もし帯のこうなんかワイドみたいのでしょ、ニュースとか今年どうですかみたいな情報番組とかでちょっと出てきたら、うん、あ、なんか私も応援してみようかなって思う部分多いじゃないですか。社長やってますなんとかです、さあ見ていただきましょう新戦力とか言ってくれるわけでしょ。そうです。へえ、それ分かってじゃあそこを演じてくれてるんですね。だからすごい、自分たちがいわゆるこのいわゆる新潟県内含めてアピールされてることも知ってるし、ツイッターとかも含めて頑張ってることも分かるから、うん、新潟がですねちょっといいムード、はあはあ、だからもしかしたら本当経営的に言うとギリギリなのかもしれないですけど、うん、雰囲気がねいいんですよ。どうやら現地の情報をいろいろ踏まえても聞いてる限りなんですけど、そういうチームってなんかでもいいよね。もう一回なんかこう新たなものをこう、まあ降格はしちゃったかもしれないですけど、うん、まとって帰ってくるというかね。そうありますよね、確かにね。だからこのね、うん、スタメンの表を見てもらってもなんですが、実は左サイドバックの渡辺選手は、うん、いわゆる高卒2年目、はい、で、右のアタッカー豊島選手、はい、そしてあとは、フォワードの左ですね渡辺新選手、うん、ここにかこの2人に関しては大卒2年目なんですよ、だからもう完全に2年目組がもう3人スタメンに定着、うん、でここまでね、あの新潟支えてきた大谷選手、大部選手、川口選手あたりがそのまま残り、うん、あともう顔ですよね、もうずっと新潟いますからね、加藤選手がいて、はい、で J3 から引き上げてきたレオナルドがいて、うん、結構揃ってるんですよね。揃っちゃってますねこれね。で控えにはいるんですよ、うん、矢野貴章、矢野貴章さん、田中達也、あれ意外とやるよねって、うんうん、いやいやいや、もうほんと強くしか見えてないですよ。あの戦力分析して、あの他の動画でも僕言いましたけど、やっぱり大宮、はいはい、レイソル、レイソル、長崎、うん、徳島、やっぱりこの辺り、あと甲府とか、うん、もうこの辺りに関してはどうしても巨大戦力を誇ってるんで、まあまあもちろんね、あの低迷することもあるかもしれないけど、戦力上でだけで考えたら叶うかどうかって言われたら厳しい、うんうん、やっぱり厳しい、データの上ではね、はい、うん、ただ去年のね、はい、山口とか、ええ、大分のような、はあ、いわゆる若い連中だけにこうバンバン行ったるやないかいっていう部分が、はいはいはい、ええ、今年の新潟にデータ上ちょっと見えてる部分があらまちょっとある。あ、そうなの。なので2桁目標じゃなくもうちょい上でいいんじゃないって思ってるんですよね、うん、順位的にも、うん、ってことで2枚目見に行きましょうか。そろそろ、ね、行きましょう、はい、はい、お願いします。こちら、さあこちらでございますけれども、はい、ちょっといびつになってるんですが、うん、これもちょっと説明したいです。はーい、ボール取ったらこれ、ボール取られたらこれっていうことですね。そうですね、うん、ポジトラになったら何かというと、カウエでボールを奪っといて、カウエさんで、はい、うん、ボランチの加藤に回して真ん中から4方向に配球できるよというのがポジトラになっております。で、まあ、ネガトラはみんなで頑張ろうぜとみんなで守ろうぜと、そう、はい、でプラス一番右に据えたのがですね、はい、得点を取りに行く布陣になったらこんなのいいんじゃないっていう感じですね。ディフェンス以下のところ、いわゆるボランチ以下のところは変えてないんですが、はい、前線メンバーを2人ほど変えております、はい、シルビーニョ選手と豊島選手のところですね、うん、シルビーニョ選手をチョヨンチョル選手に変えて、で右豊島選手を渡辺龍馬選手に変えております、はい、で彼らの方がよりアタッキングのところの強さ、いわゆるディフェンスにバックしてくるだけだったら全体のバランスも必要なので、シルビーノ選手や小島選手も必要なんですが、うんうん、もう最後にもう本当にもう攻撃1点絶対取るぞっていう時には彼らを据えてみるっていうのが面白いのかなと思います。はい、
前がかりな2人なんですね。はい、イタレの2人だ。そうです、はい、イタレはないかいってずっと言ってくれるので、はい、でそれによってですね、はい、なんとこんなことが起こりましたというのをデータからも見ていきます。はい、下に出てますね。はい、はい、2018年は、うん、シュート成功、チャンス構築、うん、ピンチ対応、非シュート対応の4観点が E、F、S、E となっていたんですが、なるほど、これはもうリーグ内のこう偏差ということですよね。そうですね、はい、これがですね、うん、E、D、A、E と E、D、A、E、チャンス構築部分が一気に上がったんですよ。はい、まあ、なのでチャンス攻めに行く時間が長い分、うん、ピンチ対応のところ1個減ったところはあるんですが、はい、ただなんでシュート成功、非シュート対応がそんなに変わってはないけど、チャンスの量が増えるので、そうですね、得点は明らかに増えるんじゃないかなとは思っております。はい、でただという補強ができているということですね。そうですね、はい、でただやっぱり一つあるのとしては、うん、まあ怪我もね、いろいろあり、ね、思うところありますけど、いわゆる全体に若いフレッシュなメンバーになっているので、浮き沈みはちょっとあるかなと。そうか、はい、なんで今回目標も目標なんですが、うん、ちょっと悪かった場合だったらこれぐらいなんじゃないってのを出しましたというデータを、お天気予報的に割り出してると、はい、なんでいうことですね。逆に絶好調のまま、はい、例えば1年間終わったら、プレーオフギリギリ食い込めるぐらいはあるかもしれない。だしそれ以上も狙ってほしいというね、そう期待しちゃいますね。あり得るんじゃないかなと思っております、はい、なるほど。じゃあ残りですね、はい、3つ見ていきましょう、うん、はい、成長を期待したい若手、そしてビューポイントの上級と中級でございます、はい、お願いします。今回ね、うん、たまたまなんですけど、はい、渡辺で揃っちゃいました。本当だ、みんな違う人。はい、へー、まずですね、成長を期待したい若手、はい、渡辺新太選手ですね。多いな、はい、地元さんの大卒2年目なんですね、うん、なるほど。で幅広いシュートレンジを持つテントリアで、こうサイドから一回こう膨らんだ後にこう入りザッとこう入り込んでくるような動きがうまいんですよ。で去年ルーキーながら2桁取ったんですよ、はい、あ、そうですか。そうなんですよ。で同じくフォワードで組んでた川田選手っていうのが徳島に移籍してしまったので、彼を軸にっていうところでもあるんですが、さらなる相方レオナルドがやってきてしまったので、おちょっと2人とも2桁いったらこれすごいよねっていう。そうだよね、 J1、J2、J3 全部合わせてで、もしかしたらコスパ最強2トップになる可能性はあると思います。なるほど、うん、ほう、ちょっと新潟2トップに来たいですね、渡辺レオナルド。野球とかでもよくあるんですけど、なんか年俸いわゆる500万とか1000万ぐらいの人なのに、はいはいはい、ベスト9級の活躍したりすることもあるんですが、はい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 、もしかしたらあるよ、うん、でもそれをね、そのコストで使えるのはその年だけだからね。そういう意味の面白さはあります。そうなんです、はい、じゃあ羽ばたいていく可能性が大いにあるということですね。そうなんですよ。なるほど。そして2人目の渡辺いきましょう。渡辺大輝選手ですね、はい、ビューポイントの上級です、新潟のこちらもともと地元なんですね。あれですかね、渡辺生が多いんですか、新潟はね。そうなんですか。渡辺大輝選手は新潟の U15 にいて、でそこから前橋育英を経ての高卒2年目なんですよね。ほう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 、はいはいはい。でなんかね、臆しない感じがすごいんですよ。あのミスも少なくないんですけど、データ的に言っても、ただ臆しないでこうなんかダイナミックにこうプレーしてくれるのが良くて、なんでやっぱりちょっとなんか昔の新潟をちょっと思い出してくるような部分があって、やっぱ本間選手とか、はい、あとね、伊佐選手、さあそう、本間伊佐選手とか、あと鈴木慎吾選手とか、やっぱり J1 にあのこう上がるか上がらないか、そして上がったってあの2003、2004、2005年当時ぐらいに ね、熱狂が、はいはい、その時はなんか思い出させてくれるような選手だなというのはありますね。うん、そういうねダイナミックもなんか一つのねプレーのその心情にも掲げてるみたいで、新たなやっぱりミスターアルビレックスかなと。地元さんのね、これいいことですよ。ちょっと思っております。やっぱりね J2 から J1 に上がる時にやっぱ、はい、いた選手たちがいて、今度は J1 でこうずっと居続けてる時にタイミングが、今度酒井豪徳という一つのね、はい、スターが生まれ、そうですね、一回また J2 落ちちゃったけど、はい、またこういうね新しい芽が出てきてるわけですよ。これはもう花開かせたい、開かせたいということでございます。でラスト、
ビューポイントの中級、はい、3人目の渡辺、渡辺龍馬選手です。実はですねこの渡辺大輝選手と同じように、はい、前橋育英高校出身です。ほうほうほう。でその時の同級生というか実はこの渡辺龍馬選手も、うん、僕何回も何回も言う2013年 U17 ワールドカップに出場してるんです。早くその大会の動画作ってくださいよ。もうお願いしますね。本当にすごい、そのね、あれでしょ、鹿島の三沢健闘を中心に面白かったワールドカップがあるんでしょ。そうなんです、はい、U17 のね、はい、その時またすごいのが、ユースからなんか2人行くとか分かるじゃないですか、はいはい、なんかこの間だったら例えばFC 東京 U18 から久保建英選手と平川選手が行くみたい、分かるんですけど、なんと同じ高校から2人行ったんですよその大会。それが今回徳島に加入した鈴木徳馬選手だったりするんですね。同じ高校から2人で、鈴木徳馬選手は前橋育英高校から筑波へ進学して徳島へ、渡辺龍馬選手は一回早稲田には入学したんですがすぐ辞めましてドイツのイングルシュタットに行ったんです。自身単独で行ってですよ。でドイツから帰ってきて新潟で今プレーということ で、今回はだからもしかしたら今年度ですね新潟対徳島の試合の時には高校のチームメイトだった者同士のバトルが見えるかもしれません。そんなね渡辺龍馬選手はその U17 ワールドカップでも2得点とかしてるんですが、ミドルレンジからのカットインとかアタッキングサードにこう入り込んでいく動きに関しては J2 のレベルではないですね。回数だとか、もしくはその侵入できるパーセンテージとかも含めても、はあ、J2 の度も過ぎております。そうですか、はい、そのね幾度となく侵入し続けるんですが、はい、ふてくされないっていうのがすごくてですね、おうおうおう、やっぱり自分が動いてパスが来ないと、うんだよみたいな感じになっちゃうこともあるんですけど、ね、あの攻撃系のこう天才肌に多いですよね。多いんですよね、ただはいはいはい何度でもやるからとりあえず来てっていう素敵、うん、そこが、なんでタイミングさえ合えば、でもともとやっぱりあのプロを経験せずそのまま大学からドイツって形で行ってるので、うん、J1 とかは見てたかもしれないけど、うん、J2 のスピードに今ちょっと慣れようとしてるんですよね。ああなるほどなるほど。でそうすることによってこうチームとの連動性が出てくるところだから、うん、で半年今のところやってきたから次の半年から1年この2019シーズンで開花できる候補なのかなっていうふうにも思っております。面白いですねこのポジションは違えどみんなね渡辺三大渡辺、三渡辺全員がスタメンで出るっていうこともありえますからね。本当だね、楽しみでございます。楽しみにしましょう。見どころいっぱい教えていただきました、はい、なるほど、アルベックス新潟期待しちゃいましょうということでございます、はい、ミルクサッカーアカデミーでは毎朝このようにね配達させていただいております。皆様ぜひチャンネル登録してね明日の朝も情報を受け取っていただけると嬉しいなと思っております。ぜひツイッターなんかもフォローしていただきまして、高評価で応援なんかもしていただけますとこのねアルビレックスの魅力が広がっていくと思いますのでぜひよろしくお願いしますということで先生、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。明日は明日もよろしくお願いよろしくお願いしますアルビレックス新潟について教えてもらいました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー井上馬でした。ノーミルク佐藤でした。あでした。